もさっきより全然痛くないですよね。うん、寝坊しやすくなってます。髪も少し柔らかくなってきましたね。うん、痛くなくなってきました。うん、お母さんとは仲いいですか？ちょいちょい、そうですね、ちょいちょい、うん、お金が私になくなると冷たくなる、はい、お金がお金でつながられてる関係、ね、そうなんです悲しい。500円マッサージはしてもらってるんですか？あ、最近してもらってない、はい、なんか、はい、腱鞘炎になったとか。え、お母さん、はい、あら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 、突然なんか腱鞘炎になりだして、あらら最近はしてもらってないです。そうなんですね、うん、お母さんもいろいろ大変ですね珍しいパレのお母さんだったら、確かにみんな味噌汁作りますよね、うん、で、洋風のお料理が多いんですか？そうです、スープとかに肉とか、なんか肉好きなんですよ、年寄りなのに。へえ、エネルギッシュですね、はい、私、やっぱあんまりお肉とか積極的に食べたくなくて、うん、そうですよね、意外はですもんね、うん、そうですね、あとちょっと動物愛護精神が、あ、動物愛護精神もあるあ、なんかかわいそうにって思っちゃうなんでカップ麺でいいやみたいなおお、なるほど、動物愛護の精神からカップ麺を選んでるんですねそうなんです、あ、自己犠牲みたいなまあ確かに、でも若干入ってますけどね、なんかにカップラーメンにも何かの肉が、ね、謎肉祭りとか言ってますけど、謎肉祭りやったんで、やっぱなんか鶏肉とかいろいろね、混ぜてる感じなんですかね。うん、お母さんだいぶあれですね、なんかこうドライな人というか、娘が胃が痛いって言っても肉を食べるみたいなそうなんですお母さんあんま胃腸炎になった経験なくて、あ、分かんないんですよね、私の気持ちが。確かにね、いや、なんてことないとね、分かんないんですよね、実際、うん、やっぱ人の苦労は 人のものというか、そうなんです、うん、自分がならないとその気持ちは分からないですね、うん、頭痛くなるのその辺なことが多いですか？なんかこの、この辺、おでこの、はい、おでこの、そうですね、そうですね、あ、そうですね、前頭部とかのところですね、そうですね、されてどうですか？あ、めっちゃ気持ちいいです。はい、ちょっと痛いですけど、あ、そうですね、うん、あれですもんね、この
耳の上のところも、うん、このこっちはそうじゃなくてこっちはすごいあるんですよね、この筋張ってる感じが。うん、うん、痛い。でもだいぶやすか。そうですね、うん、声出すほどじゃなくなってきます。うんうんうん、ここもちょっと先ほどよりはくすぐったいとか嫌な感じないですかね。はい、うん、痛いです。上がってるんですよね。このぐらいであってほしいんですよ、はい、肩って、はい、すごいこの鎖骨が激きつい V ラインになっちゃってるので、うん、少し開いて水平に近い方がいいんですね、うん、下げられてるのどうですか、ストレッチ。あ、気持ちいい、はい、ストレッチしますね、うん、きつくないでしょうか、うん、はい、はい、こちら伸ばします。後ろに伸ばしますね。押さえます。入りますか。上げてきますよ。小さいって。きつくないですか。はい、うん、何でか伸ばします、うん、しますね。他もまっすぐできますか。真上向けてください、はい、楽にします。はい、体の横に、ま、ま、あの倒してからですね、起きてください。はい、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